青春18切符の旅も最終日、一冊線で人吉までやってまいりました。ここから先の区間はお客さんが少なすぎまして、日中では全ての列車が観光列車イサブロー号として運転をされております。このイサブロー号は下り列車のみに全て付けられている名前です。この先、矢竹第一トンネルという大変長いトンネルがあり、そこの上には当時の逓信大臣山形伊三郎という人が、なんていう文字だったかな、忘れましたけど、天権弱位とかなんかそんな感じのね、よくわからないちょっと難しい言葉をそこにこう書き残されまして、それが現在にまでちゃんとプレートとして残っておりますので、それになぞらえて全ての下り列車は伊三郎号、逆に下り列車ではなく上り列車の方は、確か後藤新平さん、これは当時の鉄道院の総裁ですが、その名前で上り列車は全て、同じようなネーミングで新平号と名付けられております。この列車は熊本からずっとやってまいりました。なんだ、じゃあ熊本なり八代から乗ってくればいいじゃないかと思うかもしれませんが、しかし熊本人吉間はこの列車現在では特急として運行されております。もともとは普通列車として使う予定で配置されていたこのボックスのシートですが、お客さんは特に不満を感じることもどうもなさそうな感じで、この人吉温泉を目的地として降りていくという人もたくさんいらっしゃいました。ここから先の区間、旧鹿児島本線、肥薩線はなかなか独特な走行をするわけでして、それを楽しむことができるようにと運転を開始した九州新幹線デビューと同時に運転を開始したのが伊三郎新平です。自由席はこのわずかなところだけで、客席の大半が普通車指定席となっております。人吉の駅では有名な栗飯駅弁を購入いたしました。朝ごはんちゃんと食べておりませんでしたので、この栗飯の駅弁をいただいて、そして肥薩線の旅を楽しむことにしたいと思います。このように配送ご立派な観光案内のパンフレットまでいただきました。車内に置いてあったのです。人吉からこのように熊川に沿いまして、さまざまなトンネルをこう通っていたかと思うと、この小古葉駅にはスイッチバックだのループ線だのぐるぐるとこうたくさんあります。一旦進行方向を変えるために小古葉駅に入っていた後、また逆方向に走って、また逆方向に走った後にぐるぐるとトンネルをくぐっていく、ちょっとよくわからないですけれども、これはまた現地その辺りまで行ったところでご説明するのが一番わかりやすいかと思います。今回私が初めての乗車ということになりましたが、あらかじめ先に感想を言ってしまいますと、大変充実していて全く飽きることのない区間、青春18切符の今回の一連の旅行の中で板谷峠、これが一番楽しいところかなと思いましたが、そこは2番目になりまして、これから先矢竹越えの区間、それが一番楽しかったなと、最高の思い出でした。この電車はと言っていたような気がしますけれども、ディーゼルカーで走っております。人吉の栗飯、これ大変味付けがね、薄味でして、上品な薄味という意味ですね。大変これも良かったものです。確かこの辺りから人吉のお城の跡が望めたような気がしましたが、ちゃんと動画には収めておりませんでした。さて、ものすごい勾配を一気に登り始めました。この時点でも大変な坂です。もともと鹿児島本線はこの山回りでした。当時海回りの路線というのは海軍などが攻撃をされる恐れがあるからということで建設を許可しないというものが多く、例えば東海道本線はもともと御殿場回りとして現在の御殿場線のルートを取っていたし、またこの肥薩線も同様に御殿場じゃなかった、こういう海の例えば仙台とかそちらの側を回るのではなくて、こちら人吉を回って、そんなことをやっていたわけです。ところがそのところには大変なもう山がそびえておりまして、鉄道では当時の鉄道の最新技術でもって、なんとか工夫をして越えていくしかないと、そういうことになったわけでした。だからここから先は通常の走り方はいたしません。なかなか特殊な前後方向を入れ替えたりぐるぐる回ったり、そんなことをするわけです。トンネルのこのレンガでしょうか、これもねまた明治時代だから大正だったかな、それぐらいに作られたものですけれど、これ随分ねこう積み上がっていて、現在の新しいトンネルとは全く雰囲気が違うもの、古い鉄道路線だなという感じがいたします。車窓もすでにだんだんとこう登ってきまして、開け始めました。今ただいまこの連続するトンネル区間を抜けているところ、これから先小古葉駅に停車ということになります。この列車はさまざまこの鉄道区間を楽しむことができるように配慮がなされておりまして、例えば一番前のところではこのようにトンネルの前面のところなんだか、こうやって見てみると、あ、なるほど、確かに全然今の構造とは違うんだなということがはっきりわかります。進行方向の右側にこのように見えてまいりました、こちらが小古葉の駅です。
大きな畑と書いて大小葉と読む。ここは全ての列車が通らなければならない駅で、もともとこの辺りは特急列車なども走っておりましたけれど、残念ながらそういう列車でもこの無人駅に一度は停車をしなければならない、そのような構造になっております。この大小葉駅のホーム自体はそれほど長くありませんが、もっと奥の辺りまで列車が入ることができます。JR 大小葉、そのようにここでまた花壇ではないですけれどね、こんなものを簡単に作られておりました。この列車は2両編成、昼間ですと最大でも3両の観光列車がこの駅に停車するのみですが、臨時で運行されております JR 九州の誇るクルーズ列車7つ星号などはここに8両の編成で止まります。そういった編成にも対応する立派な鹿児島本線らしい駅です。ここにこのように独自な、随分ねグネグネと入れ曲がったポイントがあります。手前側に列車が行った後、また奥のカーブしている方向へ列車が進み、そしてぐるーっと回っていった後、あの山の上のあたり、ちょっと開けているところをまた通るということになるのです。ちょっと木が途切れているところがあるでしょう。そしてまず進行方向をもう一度変えた後に、このぐるぐる回っていくループ線を越えていくということになります。まあ、見ないとわからないんじゃないでしょうか。この辺りもね、こう窓を上の辺りだけは開けることができますので、外で停車中だけ顔を出してみましたが、まあ、走行中に出すのはこれは危険ですし、怒られてしまうでしょうから、これは控えておきたいと思います。停車中、この伊佐部老後、それの写真だけをずっと撮っているという方が大勢いらっしゃって、まあいい列車との記念撮影タイムではあるのですが、どうせだったらあそこであのポイントのこの配線、これに目をやらないというのは、まあ、鉄道マニアとしては潜りなのかなというふうに思います。さて、先ほど登ってきた線路、これは今進行方向の左側にあるこのカーブした線路になりました。進行方向は逆転しており、この画面では今右側にある線路、これがさっき大小葉駅に進入するときに使っていた線路です。見ていただくと分かりますが、どんどんその線路と勾配の差が生まれております。こちら側は基本的に勾配はなく平らに作られたところ、向こうは大変な急勾配を今登ってきている、そのような線形です。向こう側を見てみますと、これがまた前の部分ですけれども、ずっとこの奥のあたりにまで線路が続いているように見えます。ところどころ停止位置の標識などもあります。ここにまた長編成の特急列車や団体の臨時列車、クルーズトレインなどが入ってくるときなどは、ここに長編成の列車がもっと奥まで入るということになるわけです。ここはいわゆる引き込み線というところ、わかりますか。今ちょっとこのね、枝のように折れているところがありますが、この先まで伸びているここに列車は今入ってきたところです。そしてこれからいよいよループ線に入ります。進行方向はまた逆転しました。右も左にも信号が出ておりますが、左側の信号が青信号です。右側の赤信号は何かというと、これはつまり今このループ線を下ってきたという列車が逆に大小葉駅に入りたいときには右側の信号を参照しなさいよということ。なかなかちょっと難しいような感じもしますけれど、まあ、右と左を間違えなければこの辺りは単線ですからいいというわけです。先ほど列車が入っていた大小葉駅を今度は右側に見ながら、随分と時間をかけてようやく正式に大小葉駅を出発していったと、そのような感じになるでしょうか。まだこの辺りはちょっとね、桜には早いようです。散ってしまったというわけではありません。随分山の上、海老の高原とか、まあちょっとここは違うんですけれど、だんだんそんな、ね、標高の高いところに来ましたから、まだまだ冬と春の合間、そのような気候にさえなってきております。列車の高度は上がる一方です。先ほどの大小葉駅から一つお隣の八竹駅までで、東京タワー一つ分の高低差、それよりももっと高いぐらいにまで、つまり333メートル以上登っていってしまうということです。これは鉄道にとってはもう大変すごいことなんです。なかなかわからないという方もいらっしゃると思いますが、勾配に極めて弱い鉄道、車輪とレール両方ともこれらは鉄ですから、そういったところを頑張って勾配を登ろうとしてもつるつる車輪が滑ってしまいます。だから短い距離で一気に標高を上げるということは基本的にはできないのですが、それを様々な技術でもって乗り越えているというのがこの区間の特徴です。向こうに先ほど登ってきた大小葉駅が見えました。すぐこの目の前に線路が止まって通っております。また手前のあの信号の部分には引き込み線もわずかに映っているのをお分かりいただけましたでしょうか。線路が一番手前のところ3つ並んでおり、右側のところから大小葉駅に入って、その後大小葉からバックして、この今ズームしたところ引き込み線のところへ入ってきて、その後引き込み線をまた列車は折り返し、そして今度は左側のループ線、桜の木々の脇を抜けて、そして山をぐるぐる外周を回るようにして舐め回すように列車はこの山の周りを登ってきたというわけです。このような構造、スイッチバックを2段階してその後ループ線が組み合わせられるというとんでもない勾配の越え方をするのは全国でもここのみ大小葉駅のみとなっております。大小葉を越えてからもひたすらまた急勾配が続きます。様々なトンネルを随分くぐり抜けていきます。当時トンネルを掘るというのは大変な工事だったはずです。現在のトンネルを掘るのとはもう全くやり方が違います。随分この辺り昔はかなりお金をかけて作った、まあ、豪華な鉄道路線だったんだろうなという感じがいたしました。随分また高原の景色になってまいります。さっきまでの人吉の雰囲気はもうどこにもありません。
この水戸岡デザインのいいところは様々なフリースペースが用意をされているところ。この列車でもまた自分の座席とは反対側にいい景色があるのなら、座席を立ってフリースペースに行って、そしてそちら側の景色も眺めようと、そういったことが簡単にできるようになっております。なお、人吉駅から吉松駅までこの私と同じような乗り方をするのであれば、進行方向の左側、これが極めておすすめです。ただ両側移動できるようになっていると思いますので、大変な混雑の時期でなければあまり心配することはないのかもしれません。八竹駅に列車やってまいりました。当駅でもまたしばらく停車ということになります。この八竹、昔は駅員さんがいらっしゃって急行列車も停車していた、そのような大きな主要な駅です。駅舎は随分とまた古く、これもこの辺りの魅力、名物の一つかと思います。またこの人吉市 SL 展示館というところがあったかと思いますけれど、展示館かな、そうですね、ここには蒸気機関車が一つ展示をされております。9600型というもの、もう一つ8600型というのもありましたが、それは現在では復活して現役になっております。9600じゃなくてあれかな、デゴイチだったかな、まあどっちでも別にいいんですけれども、デゴイチでした。昔はこういった蒸気機関車であの勾配を超えていたというわけでして、勾配を超えるために石炭をあの中に投げ込んで、その機関士さんや機関助士さんの努力たるや大変なものがあったと思われます。トンネルの中ではまた煙がさまざま列車や乗客を襲いますから、特に運転している方など吸い込みがちでね、大変だったんだろうなと、これもまた改めて思うところです。駅には昔ながら温度計がついておりました。気温はなんと3度、いや8度か、8度ですよ、寒いですねと。やっぱり山の上なんだなという感じがするものです。あの温度計いつからあるんでしょう。この駅名表はいつからあるんでしょうか。かなり昔からありそうだということは間違いありません。昔ながらの木の改札のラッチのようなものがあります。しばらく停車時間がありますから、ここで見学ができるわけです。おそらくここが窓口だったんでしょう。緑の窓口ではなかったのかもしれませんが、すごいな、特特切符売り場、なんだこのラクダ、これは私も知りません。国鉄の頃からのじゃないかな。指定券はすべて1ヶ月先まで発売しています。この書き方、フォント、これもまたすごいぞ。そして現在ではもう使われておりません、ジパングクラブの昔のロゴ、コンパスのマーク、これは国鉄時代に作られたものです。このジパングクラブのマークはね、すごい窓口、昔ながらのものがあるんだなと思いました。ここには運賃の表も、もう現在では剥がされて上に目張りされておりますけれど、一体いつからこれ扱っているんだと、漢数字で運賃を表として表しているところなど、めったに見るものではありません。すごいな、この八竹駅は。いろんな人がこう写真を撮りまくっておりました。なんだ、こう壺が置いてある、なんでしょうかね、この壺は。ゴミ箱のようです。亀というのかな。さて、そろそろ列車の出発時間ですから、戻っていくことにしましょう。この八竹から先は列車はもう少々、今度は下りになるんだったかな。あとはもうお気楽なものです。列車は随分と先ほどとは打って変わってスピードを出しております。まあ、そうは言っても出せるスピードには限度がありますから、ブレーキをかけながらという感じですが、先ほどはエンジンをガーガーうならせてトンネルをにぎやかに登っていたところ、こちらは今度軽やかにカタカタと下っていくような感じになりました。さて、この辺りはトンネルが大変長く、ただいま通っております、こちらが八竹第一トンネルだったかな、確かそうだったかと思います。名前は間違っていたかもしれませんが、このトンネルの両側にこのようにプレートが取り付けられていて、片側がなんとかかんとか、もう片方今陰住遅延とか書いてありましたけれど、もともとの意味としてはこのように大変な、はい、すごいテクノロジーでもって鉄道をつなぎましたので、もう皆さん通れるようになってよかったですねみたいな、そういった意味をそれぞれ山形伊三郎、後藤新平の両政治家がここに掘り込んだということです。もちろん直接掘ったのはその2人ではありません、当たり前のことです。さて、この八竹、そして一つお隣の正木、その間にはまた日本三大車窓の一つ、このように今展示のね、あれもプレートもありましたけれども、これが見られるというところでもあります。日本三大車窓は他にうちのチャンネルではカリカチ峠の車窓と、それからもう一つ、あれはなんだ、長野県の御バス停の善光寺平、それをご紹介しておりますが、こちらが最後の一つ。この八竹から遠く彼方に唐国岳や、そして本日は幸運なことにちょっと晴れてはいないんですけれども、奥のあたり桜島を望むということもできました。今まで登ってきたその距離を実感するようなところでもあり、あ、なるほど、あんな低いところからこんな一気に鉄道で登ってくることができたのかと感銘を受けているところで、また同じくスイッチバック式駅の真先に到着いたします。本当に、ね、こんなスイッチバックに飽きるぐらいにまで乗るっていうのは大したもんだなと、この旅でもご説明をいたしましたけれど、板谷峠のところでもスイッチバックが4連続でありましたが、大体こんな感じだったんだろうなと思います。スイッチバックのために運転手さんが何度も何度も編成を全部ね、運転席変わんないといけませんから、ぐるぐると歩いていくのが、これが大変印象的でした。またもや進行方向が変わっております。
今左側に映っていた線路、これが今まで走っていたところ、そしてこちらが真の幸せと書くなかなか特徴の駅、まさきの駅です。みんな鐘を鳴らすのに大忙しのようですけど、まあ鐘なんてのは別にね、鳴らしたい人が鳴らしてればいいわけでして、そういった方にそれはそういう役割はお願いすることにしましょう。わしはやっぱりこの配線線路を見なくてはねどうしようもありません。鉄道チャンネルで鉄道のことをいろいろ取り上げてこうやってお見せしているわけですけど、そういえば今はね青春18切符で稚内からずっと来ているという旅を一応やってる最中なんですよね。もう完全に忘れておりました。いや面白いですよこれはね。ここまでずっと過酷な旅をしてきたというのに突然面白い路線に変わりますと、今までこういったことがあったということかで全て忘れ去ってしまって、純粋にその場を楽しんでいるものです。あちらが本線、そしてここが駅ですから、あそこからここまでねそのまんまこんな坂をねグワーンっていう、これは転落で列車もうみんな死んでしまうということになりますので、っていうとちょっと縁起でもないんでね、本当にそういう事故が あったところこれから通りますんで、あんまりそういったことを言うのもやめておきますけれど、そして向こうのところまで一旦行った後またこちらへ戻ってきて、再度あちらの方、今度は左側の線路で、大体もう皆さんにお伝えしなくても分かるかと思います。ここには七つ星港などもやってくるから、その停車位置の案内もあります。真の幸せという字を書きますこの正木駅には幸せの鐘なるものがあり、それを鳴らすと幸せになるんだったかな、確か。まあ大体そういったものっていろいろありますけれど、この駅でもまた人気を博していたようです。入場券も縁起の良い駅名ということであちこち売られております。なんだあのはしごはと、あそうか、あのはしごを使って上の線路へ行かないと、ちょっとね人間もスイッチバックと同じように歩いていくんで非効率だから、なかなか独特な設備があるものです。発車しますと声をかけられていらっしゃいましたが、お客さんに発車することを周知するために発車ベルがついているのが面白いところでした。列車はもう一度進行方向を変え、あとは下るのみです。先ほど入っていった引き込み線、やっぱり奥のあたりまで随分とつながっていて、これは確かに昔本線だったんだなと、立派な設備だなとやはり感じるところでもあります。さて1945年、昭和20年の8月にはこの辺り矢上第一トンネル、確かこのトンネルじゃなくてもっと手前のところだったかと思いますけれども、このトンネルの中で大勢の方が亡くなる悲惨な事故が起こったことがありました。戦争を終え、なんとか復員してきた、生還してこられた大勢の軍人さんたちを乗せ、列車は吉松から人吉方面まで向かって走るというところでした。ところがもう乗車率が大変なことになっていて、車内だけではもう乗り切らず、早く帰りたい人たちは屋根の上に大勢でまたがって乗っていくということをしたそうです。そして当時の蒸気機関車は今ほど性能が良くなく、石炭の質も悪く、そんな状況でこの急勾配、現在この列車は下っておりますが、その当該列車は登っている、そんな区間を走っておりましたので、だからその勾配に負けてしまって登り切ることができなかったそうです。蒸気機関車の出す大変な煙煙と、それから高熱、それらに耐えかねた屋根の上の人たちはたちまち屋根を降りて、そして一目散にこの線路、トンネルの下の方へと走り出して逃げていったそうです。ところが機関士さんはそんなことは知りません。列車がトンネルの中で停止してしまったので、それはもう一番後ろについている蒸気機関車のまた運転手さん、これを逃がさなければならないということになっていたのです。そうでないと一番後ろの機関士さんが失速をしてしまうということになります。そして大急ぎで大至急列車をバックさせたところ、線路の上を逃げていた大勢の屋根の上にいたお客さんたちが、そのままバックしていく列車に轢かれてしまって、そして50名以上の大勢の犠牲者を出すということになりました。人吉と正木の間には、そのように鉄道の歴史にも残る大変悲惨な事故が記録をされているというわけです。大変楽しい1時間でした。この区間で1時間も過ぎたのかと、いやこれはまた乗ってみたいものです。私も心からお勧めできる車両、それがこの伊三郎号、新平号でした。本当に楽しい旅。この列車はここから先、特急列車隼人の風号に接続ということになりますが、青春18切符を利用している私は隼人の風に乗ることはできません。以前に乗ったことがありますが、こちらも大変良い列車でしたので、おすすめだということは付け加えさせていただきたいと思います。いや久々に実に楽しい思いをしました。あんなに面白いとは知りませんでした。鹿児島中央駅行きの特急列車隼人の風をここで見送ります。私は45分50分後に発車する普通列車に乗って同じ方向を追いかけるということになります。私もあのお手振り隊に参加すればよかったかもな。いよいよ北海道からずっと南下を続けて鹿児島県に入りました。ここは、鹿児島県の吉松市駅です。本当遅いな、まだ走ってるのが見えますからね。あれか、ここが平地だからっていうのもあるし、ポイントがいろいろあったからあそこを抜けるまで加速ができなかっただけか。やたげにもあったけど、この亀は何なんだろうな一体。
何に使ってるのか、あそこは植木鉢っぽかったですけど、矢先はゴミ箱だったから、まあ単純に見てそのまんまということでいいのかな。